財団法人スポーツ会館は、かつて存在した公益法人、スポーツ会館施設の運営と管理、スポーツの実技指導、スポーツスクールとスポーツ講座を実施していた。1968年7月22日に、当時の日本レスリング協会会長、八田一郎により設立された総合スポーツ施設の老舗である。地下1階と5階に、体育館、ランニングトラック、 プール、スポーツジムなど様々なスポーツ施設を集めていた。千葉真一がジャパンアクションクラブを設立後は練習、稽古場として使用してきた施設でもある。2008年頃から建物の老朽化、会員の伸び悩みにより税金の滞納という事態も生じた。早稲田大学レスリング部で発田の後輩であった理事長兼日本産母連盟会長の堀米康文が 体調を崩したため事業家の下地つねおに経営が委ねられた。理事長の渡辺誠也によれば、2011年11月、印鑑を偽造して、理事の A が代表理事に就任、仲間の B とともに書類上財団を乗っ取った。その後 A と B が分裂し、密度萌えのようになったという。不動産等規模党本上では2012年2月から4月にかけて、 スポーツ会館を債務者に3つのね定当権が設定されて5月2日に所有権が東京都内の不動産会社に信託され5月31日に所有権移転仮登記が打たれた理事長の渡辺はこうした権利関係には関与していないと主張している2012年9月30日をもって閉館建物はプロレス団体列するマイナス1を運営するジェン スポーツエンターテインメントが買収して、ジェン、スポーツパレスになった。AB、所管とクレーミン法法人一覧スポーツ、青少年局、スポーツ振興課。文部科学省。2013年5月1日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年12月29日閲覧。ABCDE、メダリストたちの活躍の一方で起きた、内紛劇。 レスリングの父が設立した財団法人スポーツ会館と文科省を悩ます資産売却騒動現代ビジネス2013年12月29日閲覧スポーツ会館からのお知らせ財団法人スポーツ会館2012年8月18日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年9月5日閲覧レッスルマイナス1 体育環球道場を公開。武藤社長は将来的な工業開催にも意欲、プロレス格闘技デラックス。ありがとうございます。